河内温度は大阪府、下北、中越地地域を発祥とする伝統的な河内温度、及びその温度をアレンジさせた近代、現代河内温度を言う。大阪では河内地,地域以外でも盛んに盆踊りなどで踊られ、その曲目は全国的に愛情されている。江戸期から生駒山沿いの地域が大きく異なる。江戸時代の後期には、 片野ノにおいて片野ノブが歌われていたとされ、村井一郎によれば、これが河内温度の元節であるとされている。宇大いさによれば、片野ノブが河内地,地方に伝わる各地域の伝承運動を食いつぶしたと表現しており、一時期河内の広い範囲において片野ノブが取られていたことが示唆される。村井によると、 同じ節の単調な繰り返しである片の節の節使いに変化を持たせて飽きられない温度の取り口を開発したのが明治初期から北河内一円で活躍した初代鏡を名乗る温度取りである。初代鏡は西洋音階が本格的に日本に入る十数年前にそれまで単調で歌われていた温度を偶然部分的に長調で歌い出したのが歌亀節であるが 原則的には、公衆温度の節に沿っている。片野ノ節から、歌タカメ節への変遷が、現代歌われている、河内温度の進化の始まりとされている。ただ、片野ノ節が、河内諸国で、独特の節使いで歌われたように、河内地方には、集落レベルで、温度や民謡が存在したと考えられるため、河内温度の変遷こそが、興味深い点である。対象から、 昭和初期に録音された SP レコードなどに残されている成長川地温度は極めて現在の方の説、公衆温度などに酷似した節で取られている。大正末期頃まで近畿地域で盛んに歌われ踊られていたのは滋賀の東大見発祥の温度である公衆温度や伊勢の伊勢温度であった。そして公州温度は明治中期頃に千日前界隈の寄せでは 落語や音楽と並んで人気の演目となった。大正中期には、平野節の発音や田三郎が登場し、従来歌われてきた河内音道を大幅にアレンジし、現在につながる節回しやお囃子が誕生した。この田三郎の編み出した新しい河内音度も寄せの演目として人気を博すようになった。寄せ小屋で工業として演じられるようになると、ますます、 公衆温度や老局などの諸芸と融合、影響を受け、河内温度が飛躍的に変革、発展を遂げてゆく。しかし、昭和に入り、社会情勢不安やテレビの台頭による、相次ぐ寄せの閉鎖、自治会的地域共同体の減少などにより、祭事では、経費の削減などで行われなくなり公衆、河内温度は衰退していく。昭和中期頃までは、 河内温度は衰退の時代が続いていたが、1961年に定築から発売された鉄砲、高座ブローの鉄砲説河内温度シリーズが累計出荷数百万枚を超える大ヒットとなり、注目を浴びるようになり、また全国的にその知名度を広げた。昭和40年代頃には、田三郎の弟子である初音屋賢治や天狗連上がりの三音かあさまといった、 温度取りが活躍し、発音説、朝丸説という温度取りの名を冠した、独特のリズムイコール節の河内温度が生まれた。温度取りとしては、新聞読み家元を名乗る河内や菊水丸が有名で、あるが、バブル末期の1991年頃に、菊水丸のカーキン温度がアルバイト情報誌フローマのテレビ CM に使用されたことにより、再びに、 河内温度の知名度をにわかに上げることができた。現在でもプロ、セミプロ、アマチュアを含めて温度取りは、大阪には多数存在し、会という温度取りの所属するグループが、関西圏内に約100会派1000人近くいるが、その内訳は、古くから温度を伝えている、温度各会派で修行し、独立して一派を構えた者が主催する会派が大半であり、 家族規模から弟子数十人を抱える会派まで様々であり、いくつかの兄弟、親戚弟子の連合チームで、ヤグラ工業を打つことが多い。近年は、封建的な徒弟精度とアマチュアであるが高い、プロ意識が要求される監修が根強く残っている。ために、温度の盛んな地域の温度階でも入門者は、減少傾向にある。やは、基本的な決まりがあるが、同じ演目でも、 各会派によって違う。使われる楽器は、シャミセン、太鼓、エレキギターやキーボードなどバラエティに富むが、これは、鉄砲、コウザブローの編曲者である作曲家、ギタリストの和田叶絵の功績だという説もあり、イントロは、老曲の曲子出身で、宮川左婚章で活躍した、赤月テルオの作曲である。演奏時の原則は、シャミセンのリフをエレキギターに置き換えて、 手数を増やして、引くようになった。大阪府八尾市の上皇寺経台で行われるものは、日本の音風景100選に選定された。また、1978年に河内温度を評価した評論家、朝倉隆が、全関東河内温度振興隊を結成。河内温度の魅力を紹介し、温度取りを招いて、東京でたびたびライブを開き、CD 等が発売されたことから、 日本におけるソウルミュージックの一つとして全国区の評価を受けることとなった。朝倉の活動に金市町の町内会有志が共感したことから、1986年から毎年、金市町河内温度応募踊りが2019年現在も継続して開催されている。ありがとうございます。